健康保険を使った奥歯の白いかぶせ物には深い闇があることをご存知でしょうか。レッツ大口博歯科クリニック。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。このチャンネルは皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。さて今回はですね、健康保険を使った奥歯の白いかぶせ物のメリット、デメリットについて解説させていただきますね。この話するかしないか本当に迷ったんですけど、白いかぶせ物が適用でない人がそれを選択するとですよ、歯の寿命を縮めてしまう可能性が高くなるので、勇気を持って解説させていただきますね。役に立ったなと思われましたら、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。今回特に問題にしたいのは奥歯の白いいい例です。歯の頭の溝のところの虫歯に施す処置です。特にと言ったのは理由はあるんです。イラストで解説しますが、この小臼歯と第一大臼歯にも白いかぶせ物が保険適用になっているんです。これについては2022年に発表された東北大学による疫学調査によるとですよ、かぶせ物の脱離はあるが破切はほとんどなく、かぶせ物はセメントで付け直すことができたとあるんです。摩耗や変色という点に問題はあるんですけども、破切という点においてはさほどの問題はないという研究発表があるんです。本動画では陰例のみに言及して解説したいと思いますね。陰例とはこのような詰め物のことなんです。小さな初期の虫歯であれば、虫歯の部分のみを削ってそこにレジンを直接充填するんです。この治療をですね、CR 充填と言うんです。歯を大きく削らないという点では、CR 充填の方が優れていると言えますね。今回、保険で認められたのは、このようなキャドカムインレイ、いわゆるレジンブロックを削り出すタイプのインレイなんです。キャドカムと聞くとですよ、精度が高く、口の中にぴったり合うイメージを持たれるかもしれませんが、今回、口の中をスキャンする直接法ではなくて、印象材で歯型を作り、そこに石膏を流した模型をスキャンする、間接的にスキャンする方法が保険で認められたんです。一般の方は白いインレイが入るということで喜ばれていると思うんですが、レジンのインレイは耐摩耗性が低いためにレジンが削れて歯との隙間にステップが生じることになるんです。脂質が露出するわけですね。そうするとその露出したところとステップのところに虫歯菌が入って虫歯になる可能性が非常に高くなるんです。で、保険のかぶせ物には2年間はやり直せないという保険のルールがあり、ステップが生じてもですよ、インレイを入れた日から2年を得ないとですね、そこを直すことが認められていないんです。その間に虫歯が進行してしまうというわけなんですね。当然そんなことはできませんので、自費でやり直すかメンテナンスをこまめに通って経過観察となるわけなんですね。奥歯も保険で白くできるなどとネットに書かれているんですが、こういう説明はなかったので一般の方が勘違いしてですよ、後から人目に遭うことがないように本動画を制作したんです。そもそも白いインレイが保険で認められたのは、保険で使用するパラジウムという金属がもともと高騰していたところに、ロシアのウクライナ侵攻が重なったことで国の保険財政を
圧迫したことがきっかけなんですね。これが冒頭にお話した深い闇なんです。もちろん噛み合わせに関係のないような部分の因縁であれば摩耗によるステップも生じづらいので適していることもありますので、適合症の人にとっては選択肢が広がったという意味では良いことだと考えていますね。まとめますと、奥歯にも白い歯が保険で認められましたが、あそこの歯医者では白い歯にしてくれたけど、ここの歯医者ではやってくれなかったとか、歯科医のお金儲けのためにセラミックの白い歯を勧められたということは基本的にはありません。保険の治療が適していることもあれば、そうでないこともあり、時には自費治療の方が適していることもあるということを知っていただきたいんですね。今回のお話はここまでです。次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして2022年1月からは、皆様に安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエーツを設立いたしました。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院を探してください。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカで主催している私の講演を受講していただきまして、技術を習得され、またマンツーマンで指導を受けていただきまして、随時皆さんが安心してできる優秀な歯科医を厳選して掲載していくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するのではなくて、大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が運営しています。医療法人は公益性が求められているために、営利至上主義ではありませんので、安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。